ソフトバンクのロベルト・オスナ投手が、セカンドオピニオンを受診するため2日に渡米することが1日に分かった。再来日の日程は未定。ソフトバンクはパリーグ首位を快走しているが主軸の柳田悠岐に続き守護神のオスナも長期離脱する非常事態を迎える。ソフバン今度はライデル強奪しそう。これオフにソフトバンクのライデル強奪ありえるな。何これソフバンが今オフにライデル獲得に動くフラグやん。ソフトバンク、ライデル獲得しそう。オスナの大型契約で失敗したソフトバンク、来年ライデルにいくら積むんやろ。ソフバンの4年10億が渡米して消えてったけどマジでライデルが危ないな。これはソフバンがライデル獲得不可避。ソフトバンクがライデル狙ってそうで怖い。オスナ逃げてもライデルは狙わない。ライデル取りに来るのか？絶対渡さんし、そもそもソフバンは自分とこでちゃんと育てろや。ソフトバンクは札束能力しかないんかよ。一星山のようにおるやろが。ライデルは抑えの方と同じような契約内容でソフトバンクになりそうな予感が、絶対取りに行くやろうな。ライデルがソフトバンク行ってしまったら中日の良さが半減すると言っても過言じゃない。感情としてライデルがソフバンに取られたら本当にソフバンを許せなくなる。やべえな、ソフバンが札束でうちの絶対的守護神ライデルを取りに来るぞ。ライデル絶対ソフトバンクで打つ。中日なんとかして20億出せ。ライデルは基本キューバ政府の言いなりだろうから誠意を見せるしかない。オスナ次第だが万が一のことが起きたらソフバン来期ライデル取りに来るやん。またおかしい金額提示すんねやろ。オスナあれだけダメならソフトバンクはライデルこのオフに狙うのかな。これはソフトバンク、ライデル争奪戦あるな。ライマルはソフバンに来るという風潮。キューバの仲間いっぱいいるしやりがいはありそう。交渉相手がライマルじゃなくてキューバ政府だから結局一番金出せるソフトバンクになりそう。ソフトバンクのオスナ20億やったらライマル20億払った方が価値はあるやろ。まあライマル本人の意思が尊重されるなら中日に残ってくれると思う。けどキューバ政府が介入してくると怪しいかな。